35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答オート c a d マスターへの道ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスクの製品のオート c a d とレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお届けしていますビミシムを使いこなすことに的を絞ると称しましてオート c a d をですね、1 1月12月は特化してお話をしております ブロックの編集についてとあります。ブロックをですね、内部ブロックですね、登録した後、どこで編集をするのかというお話なんですが、ブロックに関してはですね、挿入の中にございます。このブロック定義の中にあるブロックエディターというところで編集をしていきます。そこでですね、ダイナミックブロック、ね、どういう動きをさせたいか。 というところも付けられますし画像を変えてあげたりもちろん形をですね追加することもできますまた編集が終わった後はですね、必ずエディターを閉じるという緑のレデンチェックをして終わらせましょうそうしないと画面がですね変わってしまうのでお気を付けくださいこのような時にご質問が多いように思われます無料のオープンチャットを始めましたよろしければご参加ください ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーータムでした。